今日教えていただくお料理はこちらです。カリカリキャンディーチーズ&チーズ入り栗きんとんということで、一気にクリスマスとお正月がやってきた感じがしますね。そうなんです。いろんなイベントごとがね、はい、目白押しですけれども、うん、お酒を楽しむ機会も、ね、人が集まって増えてきますよね、はい、というわけでみんなが大好きなチーズを使ったおつまみを2種類紹介したいと思います。クリスマスにおすすめはこのキャンディーの形をしたチーズですね。可愛いですね。かわいくてついつい手が伸びちゃいそうですね、はい、だからフライドチキン、フライドポテト、チーズみたいな感じでこう並べてほしい一品。いいですね。チーズなかなか揚げにくいですからね。そうそう、美味しくできますよ、はい、そしてお正月におすすめは、うん、おせちの定番の栗きんとんにクリームチーズを加えた一品です。甘い中にあの酸味そしてしょっぱさが加わっておつまみにぴったりです。はい、それではどんな風に仕上がっていくのか、まずは材料から見ていきましょう、はい、こちらです。まずはカリカリキャンディーチーズ8個分です。キャンディーチーズは8個、春巻きの皮2枚、そして揚げ油となっています。そしてチーズ入り栗きんとんですが、こちらは2人分です。栗きんとんは 100g、 クリームチーズ 30g です。どちらもついついね、進んでしまいそうなので、もっとたくさん準備してもいいかなと思いますけど ね、はい、ね、作りやすい、紹介しやすい分量で今日は作っていきたいと思います。ではお願いします。はい、まず春巻きのカリカリのチーズ、うん、キャンディーからですが、はい、春巻き大きいですよね、の4等分に切ってください。それで8枚ですね。はい、ピザカッターで切ると簡単にコロコロっと切れます。はい、はい、まあ、もちろん包丁でもいいんですけど、はい、で、このキャンディータイプのチーズが売ってますよね。あります。お子さんのおつまみじゃない、お子さんのおやつにも怖い怖い、すごい言い間違いでしたよ先生。そうですね、なんかこのまんまの形で出せたらなと思ったので、この春巻きで包むことにしました。はい、じゃあこの包みごと食べられるカリカリキャンディーチーズ、はい、春巻きの皮に水を少し塗ってください。これはなんでですか？くっつけるためです。なるほど、チーズとよくくっつける。そうで、あまりつけすぎると破けちゃうので気をつけてください。はい、でチーズを置いてくるくるっとします、うんうん、でキャンディーだとねじる感じなんですが、ねじらずにギュッと指で押さえます、はい、これだけで、そう、綺麗になりましたね。キャンディーの形になりました。はい、でここに水をつけないと広がっちゃうんですよね、揚げた時に。なるほど、はい、こんな感じです、はい、もう一個いってみましょうかね。水を軽くつけて、はいはい、指でつけてもらってもいいですよ。くるくるっと巻いて、はい、両サイドを指でギュッ。この作業楽しそうですし、ただしお子さんと一緒にできますね、うん、こんな感じです。簡単です。これを170度の油で揚げていきます。はい、油が準備してあります。これね、結構すぐ上がるので、はい、見張っててくださいね。あ、目を離さないように気をつけましょう。はい、はい、すごい、揚げたてだと中のチーズもとろっとしそうですね。そう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 、でもね、これ冷めてもサクサクカリカリ感が残るので、うん、はい、熱々も冷めても美味しいです。はい、色よくなるまで揚げてもらったらこちら出来上がりです。さあ、もう一品いきますよ。栗きんとん、チーズ入り栗きんとんで、はい、これもまた斬新ですよね。そのまま食べるイメージ強かったですけど、はい、私ね、ちょっと甘いものが苦手なので栗きんとんだけってちょっとね抵抗があったんですけど、そう、残りがちですからね。そこにまたこのクリームチーズ入れると美味しいんですよ。クリームチーズ6ミリから7ミリ程度の大きさにコロコロ状に切ってください、うんうん、それを市販の栗きんとん、これ 100g ですけども、これの中に混ぜるだけです。すいません、たっぷりですね。大したレシピではないんですけども、いやいや、でもこのアイディアがすごいですよ。そしてなんといってもお正月もクリスマスもこうお祭り気分の時って、めでたい気分の時ってあんまり料理に時間割きたくないじゃないですか。確かに簡単にできるのってありがたいですよね、うん、もう一品って時にもおすすめのチーズのおつまみいかがでしょうか。2品紹介しました。